今年は日本人がブラジルに移住してからちょうど100年にあたります。現在ブラジルの日系人はおよそ140万人にも上り、その多くが働く場などを求めて日本を訪れています。1万4000人ものブラジル人が暮らす滋賀県では、移住100年を記念して米原市で日系ブラジル人の子どもと日本人の子どもが琴でブラジルのボサノバを奏でる初めての演奏会が開かれました。荒川記者のリポートです。滋賀県米原市で開かれた琴の演奏グループドレミポップコーンクラブの演奏会。ブラジルの大衆音楽ボサノバを演奏したメンバーの中には日系ブラジル人の子供の姿もありました。とても感動しました。はい、よかったです。はい、国を関係なしに何か一つのものができてるっていう感じで、すごく聞いてても心地よかったです。演奏会を企画したのは滋賀県長浜市の琴奏者の内藤雅子さんです。内藤さんが使うのは従来の琴より一回り小さく弦の数が多い新しいタイプの琴。ドレミの音階で奏でられるため、国を超えた幅広いジャンルの演奏をすることができます。およそ3000人のブラジル人が住む長浜市で、日本人だけでなくブラジル人の子どもたちにも楽しんでほしいと去年9月から指導しています。共通のものを通してと国を越えて一緒のものを表現できたらいいなっていうふうに思いました。小学6年生の千葉バーバラさん、4年前家族とともにブラジルから来日した日系3世です。長浜市内のアパートで家族4人で暮らしています。バーバラさんの祖父で今もブラジルで暮らす千葉義和さんは、昭和9年北海道からブラジルへ渡りました。バーバラさんの父親のエジソンさんはブラジルで電化製品を扱う仕事をしていましたが、より良い生活を求めて来日し、地元の工場で働いています。バーバラさんは日本人と一緒のクラスで日本語も上達し、今は漢字をマスターしようとしています。将来は日本で仕事を見つけ永住したいと思っています。もともと音楽が好きだったというバーバラさん、日本の伝統文化に触れる機会だと思い参加を決めました。日本の楽器とかは弾いたことなかったから、なんか面白いっていうか、時間があるときは練習してます。バーバラさんたち8人の日系ブラジル人の子どもたちは半年間にわたって日本人の子どもたちと一緒に練習を重ねてきました。最後までみんなを悩ませたのはブラジルの典型的なボサノバの曲バランスゾナスルです。浮遊感のある独特のリズムに加え、曲の途中には指使いが難しい半音も登場します。内藤さんはなかなか音が揃わず、くじけそうになる子どもたちをじっくり指導しました。そこタラタラタラといっちゃうと、せっかくそこまで弾けてたもんね、最後の決め大事よ。バーバラさんが特に仲良しになったのが、同じ学校で一級下の木村さとみさんです。学校でもあまり話す機会もなかった2人が、一つの音楽を作り上げる過程で理解し合っていきました。2人仲いいね。
バーバラ、木村さんのことどう思いますか？面白い。どんなところが面白いの？喋ってる時とか、なんか。演奏会当日、子どもたちは180人の観客を前に少し緊張した様子でしたが、夢中になって弦を弾いて練習の成果を披露しました。そうで一体感を感じた日本人と日系ブラジル人の子どもたちは4月以降も一緒に練習を続けることになりました。内藤さんはいつか子どもたちとブラジルに渡り演奏会を開きたいと夢を膨らませています。音楽っていうのは本当に国籍というか超えられるすごい力を持ってるっていうことを今日改めて感じました。ぜひ上手になっていただいて、で故郷に錦を飾るじゃないですが、日本の楽器をブラジルへ紹介していただけたらとても嬉しいことだと思います。頑張っていただきたいです。なんか日本で弾いてみて楽しかったからブラジルでも弾いて、おじいちゃんにその日本の楽器が弾けたよっておじいちゃんに聞かせたいです。内藤さんは長浜市で暮らしていて、日本人とブラジル人がまだまだお互いを理解し合えてないと感じてらっしゃるそうです。しかし今回の演奏会で互いの文化を象徴する楽器や音楽を通じて一体感を得られたことで、双方の溝を少しでも埋めることができたのではないかと考えています。内藤さんたちのような取り組みを通して日本とブラジルの交流の歴史に未来を開く新たなページを加えていってほしいと思います。さて、ここで訂正とお詫びです。先ほどの県の人事異動のニュースの中で古都振興局長に就任された方のお名前、私川鍋隆二さんとお伝えしましたが、川鍋隆二さんが正しい読みでした。お詫びして訂正します。失礼しました。失礼しました。さあ、それでは6時現在の鉄道情報です。県内を通る JR 在来線および私鉄各線は順調に運行されています。遅れなどの情報は入っていません。では今の大津市内の様子です。